エヴァルト・フリードリ・ヒフォン・ヘルツベルク伯爵は、プロイセン王国の政治家。1725年9月2日、ロティンで生まれた。父は、カスパール・デトロフ・フォン・ヘルツベルク。1739年により、シュテッティンのマリエンシティフツギムナジウムで、古典学と歴史を学んだ後、1742年に、ハレ大学に入学して、法理学を学び、1745年に、 法学博士になった。同時期には大学で歴史と哲学も学んだ。博士論文はジャスプ・ブリカム・ブランドン・バージカムというタイトルだったが、当時のブランデンブルクを批判したものだったため、出版されなかった。直後に公務員になり、最初に公文書局に入り、1750年に局長になった後、外務省に転じ1763年に、 キャベナツミネスターを務めるに至った。ヘルツベルクは、外務大臣として、プロイセンの政策に、大きな影響を与えた。1756年に7年戦争が勃発すると、政治作家として、ルセッチェン、大エスケームインプロイセンビウィジェンハーベン、ズイヒワイダーダイアプシシュトンデウィンリスケンホーフスズ、ゼットソングントデレオースフラングズベアーズコマンを書いた。 1757年のコリンの戦いで、プロイセン軍が敗れると、ポメラニア州に向かって、守備を固め、シュテッティンとコルベルクの要塞に守備軍を集結させた。1762年のスウェーデンとの講和を成功させた後、1763年のフベルトゥスブルク条約締結にも貢献した。ヘルツベルクは七年戦争が終戦した後も、プロイセンの外交政策を主導。 1772年に、プロイセンによるポーランド領の一部への主張を擁護、用語、1778年のバイエルン、継承問題と1779年の鉄戦条約に向けた交渉にも参加した。一方で1784年のミュンスター市況選挙では、プロイセンの国益を守ることに失敗した。1784年には、軍行同盟を研究した。 回想録が出版され、ヘルツベルクは著作の中で同盟を支持した。1785年には、アークレアンであるセッチェン、ベルシャ・エスエム・イン・プロイセン・ビュイジェン・ハーベン、イロン・ホヘン・ミッチッテンドンで、ライヒス・アイネ・アソシエーションツア・ヤルトンで、ライクス・シストムズ・アンズ・トリガンを出版したが、軍港同盟への支持により、プロイセンをフリードリヒ・ニセイの弟・ハインリヒ王子、などの性敵を作ってしまった。 君校同盟自体は神聖ローマ帝国の改革には失敗したものの神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世によるバイエルン選定公領の併合を阻止することには成功した。1785年アメリカ合衆国とアメリカプロイセに友好通商条約を締結した。ヘルツベルクはフリードリヒ2世と親しい間柄で1786年にフリードリヒ2世が死去して フリードリ・ヒビル・ヘルム2世が国王に即位した時も影響力を保った。彼が1786年に白爵に上されたことが影響力を保った証拠であった。1786年から1787年にかけての改装録によると、この時期も以前と同じく、グレート・ブリテン王国との友好を保って、ハプスブルク家に対抗する政策を取り続けた。 フランス王国にも対抗したため、ヘルツベルクは、フリードリヒビルヘルム二世の気が進まないまま、ネーデルラント真中を観光した。しかし、1788年に花草、花ロ広志蘭の三国同盟が締結された時には、フリードリヒビルヘルム二世との不和が生じ始めた。オード戦争とロト戦争の最中であったオーストリアとロシアに、仲介を申し出て、 その代償にダンツヒトトルンを獲得しようとしたことと、ポーランドリトアニア共和国の完全消滅に反対したことで不和が大きくなり、1790年には、ウィリアム・ピットの圧力に駆使して、ライヒエンバッハ条約を締結することにややながら、了承した。やがて、ヘルツベルクが、フリードリ・ヒビルヘルム2世への外交政策、特に、ロシアへの攻撃の計画を批判した手紙が明るみに、 出たことで、彼は1791年7月5日に、罷免された。以降も、外交政策への介入を試みたが、ことごとく失敗に終わり、フリードリ・ヒビル・ヘルム2世への怒りを買った。以降、フリードリ・ヒビル・ヘルム2世はヘルツベルクへの敵意を、あらわにし、公文書の閲覧を拒否したほか、ヘルツベルクの手紙を検閲することさえした。文学面では1786年に、 ベルリンアカデミーの学芸員を務めたほか、1789年に王立協会フェローに選出された。当時のベルリンアカデミーはフランス風だったが、ヘルツベルクは古ドイツ語と文学に興味を持ち、アカデミーにドイツ代表団を設けてドイツ語の文法書と辞書を編集させた。1795年5月22日、ベルリンで死去した。ブリタニカ百科事典第11は、 ヘルツベルクの率直で高潔な性格が外交官に適さないとの評したが、ヘルツベルクの理想がその死後に現実になったことを評価した。1752年、マリア・フォンク・ナイプハウゼンと結婚した。二人は仲むつまじかったが、子供は生まれなかった。ありがとうございます。